3分でわかる一系のカラス、入間みちおの取説。ん？私の名前は赤木きみこ、岡山地方裁判所秋名支部の左陪席です。法曹界の要注意人物入間みちおが上司として赴任し1週間、すでに地裁が混乱している。そこで入間さんの元同僚の坂間千鶴裁判官から取扱説明書なるものが送られてきた。わざわざこんなものを作るなんて、その取り扱いの難易度かつ危険度の高さがうかがえる。まずは裁判官としての品位を貶める行為、そして法廷の秩序を乱す行為に関して、気分次第でひげを生やし、法服を着て外を自由に出歩く、マスコミ対策だといい、コスプレをして裁判所に来ることもある。おつかれさんです。ここぞという時に砲弾から降りる。降りた。聞き分けの悪い子供だという意識で根気よく注意すること。そうしないと逸脱した行動を助長させる恐れがある。入間さんの自由奔放ぶりにすでにカルチャーショックを受けているけど、コスプレをするとか砲弾を降りるとか実際目にしていない。そんな裁判官他にいるのかと調べてみたら、おはようございます。部長の方は傍聴人のコスプレね。東京地裁第三支部の駒沢義雄裁判官という方がいた。まあでも入間さんの師匠のような存在らしい。なので除外するとして、あれ、いやいや坂間さんもやってますし。とにかく公判の長期化を助長する行為、これに関しては最大限の注意を払う必要があるそうだ。職権を発動します。職権を発動します。職権を発動します。裁判所主導で捜査を行います。現場検証を行います。は？え？法廷を出て裁判官自らが捜査まがいのことをやる。確かに刑事訴訟法第128条で認められている。でも実際にやる人がいるなんて、さすがに入間さんの他には。職権を発動します。いた。裁判所主導で改めて捜査します。職権を発動します。は？裁判長、大きな声で。あれあれあれ、職権を発動します。いや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 、坂間さんも発動してるし、取説作った本人が一番影響を受けてる。無自覚に染まった。私は感化されたりしない、絶対に。その自信がある。逆に相手を感化させてるかもしれない。結果が楽しみです。おまけだよ。